日本の防衛力も年々向上しています。今回はこの防衛力強化と日本とアメリカでの合同訓練がどれだけ最強となるのか見ていきます。軍事力ではアメリカですが、戦略は日本も負けてないですよ。現在の日本が唯一軍事同盟を締結している相手国はもちろんアメリカのみだが、この同盟に基づくインド太平洋地区の軍事上の備えとして様々な協力、協調が行われている。中でも日本とアメリカとの合同軍事演習として長い歴史を持つのが金総土合同演習であり、1985年の初開催以来2年に一度の頻度で継続して行われている状況にある。最も近年に実施されたのは2020年10月から11月にかけて行われた金総土21であり、参加総数は日本の陸、海、空3自衛隊員約3万7千名、アメリカの陸、海、空、海兵隊9千名に及んだ。主要な参加艦艇も、日本側からは航空母艦化が予定されている。ヘリコプター搭載型護衛艦、加賀、以下の24隻に加えて、約170機の航空機と最大規模の軍事演習であることが伺える。アメリカ側も、航空母艦、ロナルド・レーガンを中核とした空母打撃群の艦艇とその艦載機、および100機を超す航空機が参加し、かつ今回は、カナダ海軍のフリゲート艦、ウィニペグも招待され参加した。今回の、金総土21では、特に、日本側は、陸、海、空3自衛隊の総力を挙げた合同演習となっているが、それだけに目的としている範囲も日本の防衛の多岐にわたる内容が盛り込まれていた。沖縄や鹿児島県の南西諸島や尖閣諸島などの離島防衛を中心に据えつつ、日本本土の防衛までも網羅した想定で実施されており、特に島嶼防衛を目的とする水陸両用船には注目が集まった。これは、鹿児島県の離島であるが、蛇、島を舞台として行われたと見られており、アメリカ海兵隊の第3海兵遠征軍と日本版の海兵隊とも称される陸上自衛隊の水陸機動団が合同で実施した模様だ。2021年2月に中国政府は中国海警備局の武器使用を緩和する法改正を施行させており、尖閣諸島への圧力と実力行使に向けた動きを強めているだけに、この合同演習の持つ意味は大きいだろう。また、カナダのフリゲート艦、ウィニペグは、搭載するヘリコプターを、日本やアメリカの艦艇と、相互に発着艦させる運用や、対潜哨戒訓練へ、参加しており、日本にとっての味方が増加する側面もあった。当然、これらの対潜哨戒訓練には、海上自衛隊の主戦力である。潜水艦隊や多数の対潜哨戒機が参加していると思われ、その意味でも対中国海軍への牽制行動としての価値が高いことが伺える。この金総土21の終わり頃の11月3日からは、インド洋のベンガル湾において、アメリカ、インド、日本の3カ国にオーストラリアを、
加えたマラバール合同演習も挙行された。これはアメリカ、インド、日本を中心とした安全保障の新たな枠組み、いわゆるクアッドによる取り組みだが、アメリカはこれをインド太平洋地区における NATO 並みの軍事同盟に発展させたい意向がある。このいわばアジア版 NATO 構想には、増長を続ける中国への対応策の一環として、日本も大いに賛同している状態ではあるが、インドには未だ中国をいたずらに刺激することは避けたいとの思惑も強いようだ。そのため、このマラバール合同演習にオーストラリア海軍を正式なメンバーとして迎えることはせず、今回もあくまで招待するという形式での参加に止めさせる状態を選択している。それでも、今年2021年1月12日から太平洋のグアム島周辺海域を舞台に実施されたシードラゴン2021合同軍事演習においては、アメリカ、インド、日本、オーストラリア、カナダが3カ国となった。若干興味深いのは、昨年のシードラゴン2020合同軍事演習に初参加をしていた韓国が今回は未参加になっている点であり、新型コロナウイルスをその理由に挙げているが、真意は不明だ。シードラゴン合同軍事演習は、実施海域がグアム島周辺海域ということからも予期できるように、アメリカ海軍の第7艦隊が中国の潜水艦の封じ込めと無効化を機として実施しているものである。日本からは、今回のシードラゴン2021には海上自衛隊の B1 対潜哨戒機2機と人員約40名が参加しており、アメリカ海軍の目的である固定翼機における対潜哨戒訓練であることに対応した。ここで、アメリカ海軍がテーマとしていると考えられているのは、主として太平洋方面に進出してくる中国海軍の潜水艦の中でも、戦略型の原子力潜水艦に向けたものだとみなされている。これはグアム島やハワイ諸島などの太平洋上のアメリカ軍の軍事拠点の防衛から近年超射程化の著しい潜水艦発射型の大陸間弾道弾によるアメリカ本土攻撃を抑止する狙いがあるのだろう。よって今回のシードラゴン2021で想定される内容は、アメリカ海軍の潜水艦を中国海軍の戦略型潜水艦と見立てて、これを海上自衛隊の B1 対潜哨戒機らが探知する訓練であったことが予期された。